そ1億年前に関連して生息していたポケモンで、体からは常に微弱な電磁波が出ており、これがオーロラの発生に影響を与えていると考えられておる。また冷気も発しており、表面の体温はマイナス150度にもなるんです。この冷気で氷の壁を作り、攻撃のダメージを軽減することができるんじゃ。攻撃したんじゃない。冷たさや我が身凍るよ余るが、みんなもポケモンゲットじゃぞー。